続いています。3番の山川一旦下がっていこうというところか。さあバックストレッチ、7番の池田が前に上がってくる。9番の市田を抑えていきました。残り600の鐘が鳴って、7番の池田が前に出る。9番の市田は4番手を4番の友忠と並走。そして3番の山川一旦8番手。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ4番の友忠が仕掛けて、7番の池田とここは先行争いになっていく。7番の池田も懸命に踏んで、ここは4番友忠を出させません。7番の池田が前に出た。さあ中段からは9番市田のまくり、市田の高スピード、一気2番手まで上がってきた。さらには3番の山川が猛然と外を上がって、2番手から7番の池田を捉えていこうというところ。4コーナーが直線、3番の山が先頭、追ってくるのは6番の竹井、3番の山がゴールイン。